して秋を迎えに出る桜の実は潜んで焼けた路地が光る月の浜辺目指してこんもりの影をくぐる干されたままの真実黒い染みの地蔵静川に山椒の出す換気扇レイのホテルでパーティーラインに乗れば今も100人の男女カチャーシーのボトル宝月を灯し潜んで焼けた路地が光る月の浜辺目指してこんもりの影をくぐる干されたままの真実黒い染みの地蔵迷子になったことが気がつけば一人で家に戻っていた70の夏冬幸運に感謝宝月を灯して秋を迎えに出る桜の実は潜んで焼けた路地が月の浜辺目指してこう